ロータスカーズは5月6日、エリーゼ、ロータスエライズのクラシックヘリテージエディションを欧州で発表した。4種類が設定され、合計で限定100台を生産する予定だ。ロータスエリーゼのクラシックヘリテージエディションは、同社のモータースポーツの歴史に敬意を表して開発された。同社によると、モータースポーツの成功は70年以上にわたってロータスの哲学の中心であり、エリーゼは優れたフォーザドライバーズパフォーマンスという点で世界中に知られているロードスターになるという。クラシックヘリテージエディションは F1 で数々の勝利を刻んできたロータスモータースポーツのカラーリングをまとう。ロータスモータースポーツの歴史において最も有名なカラーリングとされるのがブラックゴールドだ。これは1972年の F1 シーズンにおいてエマーソン・フィッティパルディが5勝を挙げたロータスタイプ 72D のカラーリングを表している。またレッド、ホワイト、ゴールドのカラーリングも用意される。これは1968年シーズンの F1 を制した故グラームヒルが操ったタイプ 49B がモチーフだ。さらにブルー、レッド、シルバーのカラーリングも選択できる。これはナイジェル・マンセル、コエリオ・デ・アンジェリス、マリオ・アンドレッティによってドライブされた1980年のロータスタイプ81からインスピレーションを得ている。4つ目の仕様はブルーとホワイトで仕上げられた。これは1960年のロータスタイプ18のデザインに敬意を表している。タイプ18は60年前 F1 でポールポジションと勝利を達成した最初のロータス車だ。故スターリング・モスが1960年のモナコグランプリにおいてロータスに初の勝利をもたらした。エリーゼのクラシックヘリテージエディションはエリーゼスポーツ220をベースにしている。ミッドシップに搭載される 1.8 リットル直列4気筒ガソリンエンジンはスーパーチャージャーで火球。最大出力は 220PS6800RPM、 最大トルクは 25.59kgm4600RPM を発生する。トランスミッションは6速 MT。 904kg の軽量ボディとの組み合わせで0から 100kmh 加速 4.6 秒、最高速 233kmh のパフォーマンスを備えている。ブレーキはフロントが AP レーシング製の2ピストンキャリパー、リアがブレンボ製のシングルピストンキャリパーを採用する。ドライバー自身が走行モードを切り替えられるロータス DPM ダイナミックパフォーマンスマネジメントが採用される。限定モデルらしく各社のダッシュボードにはシリアルナンバープレートがつく。各社には従来オプションだった多くの装備が標準で備わっている。4スピーカーを備えた DAB デジタルラジオ、エアコン、クルーズコントロール、レース仕上げの超軽量アルミホイール、2ピースディスクブレーキ、フロアマット付きのブラックカーペットが標準だ。インテリアカラーパックも標準装備された。ドアトリム、シフトレバー周り、ダッシュボードなどの色がボディカラーとコーディネートされる。ブルーとホワイトのボディカラーの場合のみシートは赤と白のアルカンターラ仕上げとなる。またグラスファイバー製ハードトップルーフ、軽量リチウムイオンバッテリー、チタン製軽量エグゾーストなどがオプションで選択できる。エリーゼのクラシックヘリテージエディションの英国本国での価格は46,250ポンド、約610万円だ。4仕様合わせて合計100台が限定生産されるが、100台の色の割り当ては顧客の需要によって決まるとしている。